キッズにワルゴンが来た。お絵描きをしてダンツを集めてみんなでワルゴンをやっつけよう。レッツプレイ。サンサンキッズ TV がラクガキッズに来た。ダンサン早く行こうよ。もうグモリンったら待ってよ。それじゃあラクガキウォッチダッチッチ。君はラクガキ王国のペインターだ。最高のペインター、ラクガキマスターを目指そう。ラクガキマスターだってかっこいい。ダンサン、僕たちも落書きマスターになろうよ。うん、なろうなろう。けど、どうしたら落書きマスターになれるんだろう。ここで遊んでればいつかなれるって。僕、お絵描きしたい。おー、だから待ってってば。落書きマスターを目指す僕たちを応援してくれる子はグッドボタン。それじゃあまずはお絵描きタイム。落書きもちーんとちっち。何にしようかな。あ、僕これにしようっと。ドラゴンにおっきい角。色はもちろん赤。お絵描きをして完成。じゃあ次僕、落書きウォッチダッチッチ。僕はこれ、カニさん。かっこいいボディに羽もつけちゃえ。カニさんが飛んでる。色は青にしてカキカキしたら完成。早くガッツ食べに行こう。おお、まずはガッツの木から。ゲームスタート。テイ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 。次行くよ、アヤイさん。ここはガッツのジャングルだね。落ちないように、落ちないように。あ、センサー発見。落書きウォッチダッチッチ。体を上手に使って。ほっ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 。ゴール。僕たちにかかればちょちょいのちょいよ。じゃあ次はガッツの砦に行こうよ。ここもどんどん行っちゃうよ。進んで進んで。ポッチッチ。登って登って。タッチッチ。あ、もしかしてここは。うひょー、楽しい。そろそろガッツ止まったかな。道しるべくんに聞いてみよう。え、バッチがもらえるって。森バッチだ。たくさん遊んだらもらえるんじゃない。え、それならすぐ集まっちゃうね。二人とも頑張ってるわね。そこも。ここで何してるの。私もここで落書きマスターを目指してるのよ。そうなの。僕たちもう落書きマスターに近づいてるんだよ。あら、私はこれよ。なんだ、つくももまだバッチーコなんだ。これはシルバー落書きマスターよ。シルバー落書きマスター。落書きマスターにもランクがあるから二人も目指してみるといいわよ。落書きマスターの上があったなんて。早く追いつかなきゃつくもがどんどん先に行っちゃうよ。よし、まずはガッツの泉でガッツを貯めてバッジをもらおう。遅れてやってくるのである。いくぞー、サンサンドラゴンファイヤー。僕だってバブルブルブルビーム。うわー、僕の落書き頑張って。まだまだ。道しるべくんにタッチしてバッチをもらおう。タッチッチ。次はどんなバッチかな。ワクワク。
これが泉バッジか。青くて綺麗。あとは何のバッジが足りないんだろう。それはバトルバッジ、ログインバッジ、お絵かきバッジね。わあ、びっくりした。バトルバッジ、面白そう。何をすればいいの？バトル広場に来るラスボスを倒すのよ。ラスボス？そう、その名はバトルワルゴン。バトルワルゴン？大丈夫だよ、サンサン。僕たちなら泉ワルゴンだって倒したじゃない。あら、バトルワルゴンはいつ現れるかわからない、とってもレアで強いボスなのよ。二人に倒せるかしら。もちろんだよ。こうなったら絶対に勝ってバトルバッジをゲットするんだ。絶対負けない。頑張ってね。今日はまだいないみたいだね。今日もいない。今のうちにガッツ貯めておこうよ。そうだね。おー、バトルワルゴンはいない。カキ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 。うんぬー、バトルワルゴンはまだいない。もういつになったら会えるんだろう。けどあれから通い続けたから、もしかしたらすっごくガッツが溜まってるかもしれないよ。確かに。確認してみよう。落書きぼっちタッチッチ。おや、バッジが増えるぞ。おお、まさかこれはログインバッジとお絵かきバッジ。そう、お絵かきを4体作って合計3回遊びに来たからバッジがもらえたのよ。そうだったんだ。楽しかったから全然気づかなかったや。残るバッジはあと1個。今度こそ会えるかな。今の僕たちならちょちょいのちょいやで。さあ、入れよ、バトルワルゴン。ほんとに来た。さあ、二人とも戦う準備はいいかしら。うん。けど、僕らだけで倒せるかな。大丈夫よ。ほら、わーい、お友達のみんなも来てくれた。これならいけるかも。何かがやってきそうだ。バッチコーイ。ひょぎー、負けないぞの落書きマスター。クイズタイ
体の色は何色だったかな？1、赤、2、青、3、緑。僕の答えは？そうだ。ペペペペパンチ！モリン！今日はラクガキッズで遊んだよ。みんなもお絵描きしてガッツを貯めてバトルをしてバッジをもらってラクガキマスターを目指そう。クモリン、お絵かきしよう。いいよ。顔と体とできた。サンさん、それ何？もちろん恐竜さん。オオカミさんかと思った。違うったら。僕は空を飛びたいから。飛行機ブンブン、バナナに見えてきた。クモリン天才です。何でもバナナにしちゃうんだから。キャキャキャ。何の？そのお絵かき弱そうだな。失礼な！俺様のお絵かきと勝負だ！強そう！望むところだ！ティラノアタック！バナナウィング！ビビルノイズビーム！はい、俺様の勝ち！どうしてよ！ティナワキリ、このお絵かきは俺様がいただくぜ！これより強いお絵かきが描けたら返してやってもいいぜ。ひどい！よもももー。あら、二人ともどうしたの？お絵かきでノイズに勝ちたいんだけど、どうすればいいかわからなくて。それなら、ここに行ってみたらどうかしら。ラクガキッズ？自分で作ったお絵かきでバトルができるのよ。ひょーい！よーし、ラクガキッズでノイズとお絵かきバトルだ。絶対に余裕のよっちゃんだぜ。僕たちを応援してくれるお友達もグッドボタン。どんなところなんだろう。うわー、ここで靴を脱ぐんだ。どこに入れるか迷う。見て見て、不思議な場所がいっぱい。ほんとだ。バトルをするにはどうしたらいいの？まずはこの落書きの部屋で自分だけの落書きを作りましょう。ここなんか光ってるよ。あ、そうそう、この落書きウォッチをペチンとな。うわー、ピッとタッチして。落書きウォッチタッチ成功。そうそうって書いてある。まずは体を選ぶわよ。やっぱり恐竜さんかな。ティナの顔が。次に部品を選ぶわ。うひょー、迷う。これどうかな。うほー、シカさんみたい。お次は色選びよ。僕と言ったら赤でしょ。最後に落書きしましょう。待ってました。目をぬりぬりぬり。おお、はみ出しちゃった。大丈夫、消しゴムで消し消しできるわ。おお、カキカキカキ、できた。わお、僕はこんな感じで。できた。いいじゃんいいじゃん。ノイズ、僕たちの落書きと勝負だ。仕方ねえな。なれるのかな。バナナで栄養つけよう。絶対違うって。バトルに勝つにはガッツを貯めて強くなるのよ。ガッツ？ガッツの森やガッツの泉でいっぱい遊ぶといいわ。そうと分かればやるしかないっしょ。ザッブーン、落書きウォッチタッチッチ。僕たちの落書きポンポンポン。喜んでる。もっともっとポンポコポコポコピー。の木だって。落書きウォッチタッチッチ。中に入ってみるよ。3、2、1。ポンポンピー。詰め込め詰め込め。また降ってきた。わわわわ、いけ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 。くもりん、いけ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 。さんさん、そろそろガッツ溜まったかな。落書きが進化するぞ。進化？おお、ティラキッズレッド
の密林でもっと強くなりたい。サンさんがそう言うならオッケー牧場行くぞ。あれダメだ、ドーン、パン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 、そろりそろり、ピョコ、あ、センサーだ、落書きウォッチ、タッチッチ、グラグラする、押さないでサンさん、クモリンでしょ、落ちないように気をつけて、回って回って回りすぎ、ほいほいほほい、いや、ここを抜ければゴール、行くよ、りゃ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 、いけいけいけ、やったーゴール、ガッツの密林もクリアだ、落書きウォッチタッチッチ、超進化した、ますますかっこよくなっちゃって、ここまで強くなればノイズに勝てるはず、うん、ノイズ、僕たちのお絵描きをかけてもう一度勝負だ、ギャッギャッギャ、超進化したからって俺様に勝てるとでも思ったどういうこと？俺様はもっともっと強くなったんだぜ。そんなことな、これはなんじゃこりゃ、みんなこんばんは、サンさんとクモリンです、今日はここ落書きっつ、前回のあらすじ、クモリンと遊んでたらノイズが強そうなお絵描きでバトルを仕掛けてきて、お絵描きを取られ、
必殺ティラノホーン。Stop.